最初は病院で治らないのに針と呼吸で治るのかなって思ってたのは正直なところで。そりゃそうですよね。はい、東洋針灸整骨院長の石丸です。今回もですね、患者さんにご依頼して、まあ本当のね、ことだけを聞いてみたいと思います。ではお願いします。お願いします。患者さんはですね、主訴、主な訴えがですね、好酸球性胃腸炎というですね、ちょっとね、あんまり聞き慣れない病名なんですが、それをね、主訴として来られました。でまあその時の初めのね状態とか、まあ、それをちょっと聞かせてほしいのと、あとまあ薬をどれぐらい飲んでて、まあ、どれぐらいの期間、まあ、飲んでたっていうのを、まあ、その時のまあ状態をちょっとお聞かせ願いたいんですけど。はい、症状は、はい、下痢と下血と腹痛、胃痛、はい、と、まあ、ひどい時は吐き気、嘔吐がありました、うん、なるほど、はい、でまあそういう症状があったから病院に行ってみると、まあ、検査とかされて、まあ、好酸球性胃腸炎だと言われたと。そうですね。はい。で、まあ、薬は何種類ぐらい？薬は大体8種類ぐらいを、うん、まあ、10錠前後、うんうん、ステロイドの量でまた薬の量が変わったんですけど、うん、それを大体1年間ぐらい。1年間ぐらい。はい。で、それを飲んでると、まあ、症状は安定。そうですね。ステロイドが高用量、うん、たくさん飲んでる時は安定はするんですけど、徐々に減らしていくうちに、うんうん、まあ、また症状が出たりとかはして、まあ、2、3回ぐらいは減らしていく過程で再発っていうことはしてました。なるほどね。でまあね、針治療ね、まあ、始めさせてもらってたんですけど、まあ、患者さんはですねこんなこと言ってたんですね。まあ、一生ね、これはもう治らないと、ね、で、まあ、ずっとまあ薬飲んでて、まあ、当時ちょっとこう蝸牛肩とかね、なんかムーンフェイスにも少しなんかそういうちょっとね抵抗にもありましたよね。で、まあ、私でね良かったなと最近思うようにしてるんですって言ってたんですよ。これがまあ友達とか家族だったら、まあ、本当に悲しいけど、まあ、一生治らないけど、まあ、薬をね一生飲むことになるんだろうけど、私で良かったと思ってますって言われたんですよ。言ってましたよね。言いました。ほんまに言ってたんですよね。言いました。いや、それでね、僕ね、これはもう治さないといけないと、絶対に改善させないといけないと思いますよね、これね。で、まあ正直ですね、ちょっとやっぱりね、あんまり聞き慣れない病名なんで、まあ当院もですね、まあ、同じような、まあ、症状っていうのは、まあ、いくらでもね、経験があるんですが、まあ、東洋医学からするとそのまあ病名から入るんじゃなくて状態から入るのでね、入りますので、まあいけるだろうなと思ってですね、私もまあしっかり取り組んだわけなんですが、まあ、それでまあ取り組んだ結果、まあ3ヶ月ぐらいでしたよね。そうですね、3ヶ月。まあ週1、3ヶ月ぐらいやってですね、まあ僕はね初めちょっとずつ薬やめたらどうですかって言ったんですけど、この患者さんなんか一気に全部やめてましたよね。一気に。で、3ヶ月ぐらいでしたね。2、3ヶ月で一気にやめた感じですかね、多分。1ヶ月ぐらい。1ヶ月ぐらいでもう一気にやめて、はい、多分それぐらいでやめちゃった。まあそうなんですよね。まあ1ヶ月半ぐらいでまあやめられて、まあでもなんかちょっと良さそうなこう匂いもあったわけですよね、多分ね。そうですね、うん、で、一気にやめちゃって、はいはいはい、一気にまた症状出たんですけど、はい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 、それでまた3ヶ月ぐらいで落ち着いてきた、うん、そうでしたよね。確か1回一気にやめて、で、まあ、その後こう張り合っててなんか安定してるかのように見せて、またブワッて症状が出て、で、まあ、連絡が来て大丈夫ですかみたいな感じで不安になってたけど、まあ、頑張ってたらまた治りますよというようなね話と、まあ、あとまあ漢方薬なんかもねちょっと併用して、なんとかそれを切り抜けて、まあ、ちょっとこう乱高下したけど、まあ今はどんな感じですかね。今はその症状が出てた時はもう通じだけで、下痢の症状が一番ひどかったんですけど、うん、お通じだけでもう1日に 7、8 回行く、うん、もうお外に出るのもちょっとドキドキしちゃうぐらいひどかったんですけど、うん、でそれでその中にもやっぱり下血、うん、血が混じってることが多くて、
で大変だったんですけど、今はもう通じ1日1回、まあ、その、そうですよね、そうですね、その日の、そのやっぱ体調とか、うん、お天気とかいろいろ環境とかいろいろあるとは思うんですけど、ね、多くても本当に 2,3 回、うん、でも基本的に1日1回なんで、うん、だいぶ症状は落ち着いたと思います。まあ、薬も飲んでないわけですもんね。薬も飲んでないですね。飲んでなくて、まあそうですからね。でそれで、まあ、いつも言う話なんですけど、まあ、患者さんはですね、まあ、あのこの好酸球性胃腸炎がね、まあ、主訴で来られたんですが、まあ、その他どんな症状があるんですかと聞くと、まあ、喘息もありますってね、まあ、病院に診断されたと。で、まあ、メニエール、ね、メニエールもあると。まあ、頭痛も偏頭痛でね、あると。で、まあ、耳鳴り、生理不順があったんですね。で、まあ、この状態ですと、まあ、患者さんはですね、まあ、好酸球性胃腸炎は、まあ、胃腸科の先生が見て、まあ、喘息は呼吸器科が見て、メニエールと耳鳴りは耳鼻科が見て、まあ、頭痛は脳神経外科が見て、まあ、生理不順は婦人科が見ると、まあ、こういうふうにですね、こうバラバラに見るんですね。バラバラに見るんですよ。で、それでまあ私ね、まあ、先ほど、まあ、あんまり聞き慣れない病名だけどと言ったんですけど、まあ、結局ですね、東洋学からすると、まあ、森全体を見て気を直していけばですね、まあ、良くなっていくんですね。良くなっていくんですよ。ですので、今現在こういう、まあ、喘息、メニエール、頭痛、耳鳴り、不順、生理不順っていうのは症状はどんな感じですかね。は、落ち着いていると。落ち着いてるね、はい、まあ、そういうことなんですよ。だからね、結局その好酸球性胃腸炎を治そうという感じじゃなくて、こう周りから攻めていって、でまあ、胃腸にね、こういいような、まあね、ツボとか、あとはまあそういうところにお灸したり、まあ、あとは食べ物ですよね、食べ物はどんなものを食べてるかと、ね、そういった好酸球性胃腸炎に、まあ、よくなさそうなですね、食べ物を、まあ、チェックしてですね、これはやめた方がいいんじゃないですかっていうようなことをして、まあ、体をね、どんどん変えていくわけですね、まあ、そうするとまあ、結果的にですね、まあ、3、4ヶ月ぐらい経つと、まあ、体が変わりますので、ね、まあ、患者さんの場合は1ヶ月ちょっとでね、バーンってやめちゃったんで、一旦バッて出ましたけどね、まあ、そこからこうね、張り合ったり、漢方をやってね、こう、まあ、盛り立てていったら、まあ、3、4ヶ月ぐらい経つとですね、まあ、大体、まあ、落ち着くという感じなんですね。何か他に言いたいことはありますでしょうか。私も最初は、はい、病院で治らないのに、うん、針と灸で治るのかなって思ってたのは正直なところで、そりゃそうですよね。でも実際これだけ通って症状がだいぶ落ち着いているので、うん、信じられないって思ってる人もたくさんいるとは思うんですけど、なんかそういう慢性的な症状が出てる人たちは、あの一つの選択肢として、あの考えてみてもいいのかなと私は思います。以上です。ああ、たまにはいいこと言ってくれるんですね。ありがとうございます。いやいや、まあ先ほどね、まあ、おっしゃったようにですね、その好酸球性胃腸炎が、ね、例えば喘息が、メニエールが、偏頭痛が、耳鳴りが、まあ、耳鳴りなんかはね、ハリキューと結びつきやすいかもしれないですけど、治るんかと、治るわけないやんけと思いますよね。でもですね、そのまあ針治療もまあいろんな種類があって、まあ、僕らがやってるのは五臓六腑の強化をやってるんですね。ですので、まあこういったですね、内科系のね、治療っていうのは実は得意なんですね。じゃあちょっとね、ベラ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 喋りましたが、はい、これで大丈夫ですかね、先生。はい。はい、いやもうね、あのそんなに出るのはね、前向きじゃなかったんですけど、結構。出てくださいよってね、まあ、同じ病で苦しんでる人いますからね、まあ、出てくださいよって、まあね、渋々出ていただきましたけど本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。